そこから出たらいいのかな。よし、行きましょう。まあ、まだ、5、60キロ走ってる。で、金沢の市街地までは30キロぐらいなんで。まあ、一応、そんなにまずい状態ではないですね。ただ、結構やっぱ道中のところが全然、セルフサービスのところがなくて、多分200円近くの値段になってそう、みたいね。パパッと喋って190円とかっていうのも出てきとったんで。ですのでね、ちょっとね、そのあたりはね。よし。金沢の方に行きましょう。うわ、眩しい。眩しい。行こう。行きましょう。この辺りがね、やっぱ無料のところですわね。これはサービスエリアとのご利用であって、その先に。よし。いやー、波は高いね。ちなみに、やっぱ、丸一日回してましたからね。うちのメモリーカードというのを、ついに残り9時間になりましたね。あれはさすがに、メモリーカード1枚で収めるのはうちでも無理か。そうか。久しぶりの。第2シーズン突入ありか。ひさ中砂浜なんですね。本当に結構砂飛んでるんですね。橋のとこ結構砂溜まってますもんね。ここか、これを金山市街の方に向かってくるように。オッケーオッケーで、ちょっと山街道が終点で、なんだろうこれ、左折専用で行けるのね。ほうほう、そう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 。あ、こんなとこ旗小屋あるやん。まあ、狙いどころはちゃんとあれですね。やっぱロードサイドでっていうところで。郊外で、ちゃんと単価も、固定費もね、安く済む、かつ、ちゃんとね、してあるっていうところですね。で、石油基地があるんだ。どんなところ石油基地あるんだ。じゃあ安いんじゃね。むしろ石油基地、直納できませんかね。直納いかがでしょうか。コスモスもあります。いかがですかね。ちょっと石油基地、うん、
冗談こいて行くと誰もないんで、おとなしく勝手に行きますけどね、ガソリンスタンド普通の製造あんのこっちにじゃないよね、多分製油したやつを鉄道なり海なりで運んで持ってきてるんでしょうね。どうやって持ってきてるのか、まあ、調べたら多分わかると思いますね。この金沢のこっちの方で、この道沿い辺りとかにいろいろありそうですけどね、その先にまたちょっとでかいところもあるみたいし、この辺りの通りなら多分にありそうなんよね。お、出た。出たぞ。かなり怪しい。かなり色出たな。181円。あ、このあたりとしては多分安い方だろ、これ。怖いだな。そう、1日320キロ走ってんだ、すげー。もう渋滞してる。ワープル、お、やばい、深くやばそう。か。あ、で、これで内灘町に入るんだ。横に列車が走ってる。なんだこれ。なんだこれ。もう、もう。なんだこの。すごいね。楽しい。ま、この近くを、ああ、こうやって走ってくんだ。え、これ、能登鉄道？わからなかった。地点どこだ？え、どこだってんのこれ。ごめん。完全に、完全初見殺しのところにはまった。これは？これは、ああ、じゃあ、能登鉄道じゃなくて、北鉄か、北陸鉄道か。ああ。そうか、そうか、能登鉄道、さっきあれだ、一駅だけ乗ったんだもんな。めっちゃ初見殺しの道やん。どうしようかな。どうしようかな。どうすればいいのかな。
実際扱うとか安いんだろうな。エヌスから値段だったら多分みんなエヌスに流れるのかったもんな。あ、ミニクこ、オニミニクここ。わ、やべ。やべ。やべ、どこ行けば。さっきのところか。あ、これさっきのところか。反対曲がってもなんか、あるみたいな感じだったから、ちょっと、こう、苦節してみよう。あ、ここから、こっそり金沢市になるんだ。こっそり金沢市って書いてあるんで、この大都市の、指名票とは思えないぐらいこっそりだね。見える？この図で。この今の絵で。金沢市の案内。で、この道沿いでもなんかありだし、この辺もやっぱ街道みたいですからね。ああ、もう食券なんで、まあまあまあ慎重にいきますよ。まあ何とも分かんねえからね。辛いもん買いにくいしね。山崎郵便局、集配局なんかね。これ本当に本当にあるのかい？でもさっきのところもあれだと思うし、ここは太い感じのあれじゃなかったしね。おほ？これも俺早とっちったかな？早とっちった。やった？やったか？やったやったかやったかやったな、これやったな。あ、やってるな、これ。多分どっかの道と間違えてんな。全然、そんな、気配すらねえやん。いや、その奥にちょっと太そうな道があるね。そっちかな？そっちにありそうだね。こっちのがっぽいな。そうだ、もう一回ちょっと内田の方曲がってみるか。怖えな、怖えな、怖えな、怖えな。うわ、地名時間限定になってしまう。この道は、この道はそうじゃないか。じゃね、これなら、とっとっと入れそうで入れないね。